世界観を確定する物語ありきで、それを曲に落とし込む。同時に、物語の登場人物、人形だったり天使だったり、神だったりを表現するのに、ファッションを使う。そしてステージでは、そのファッションと音楽を使い、物語として演出していく。総合的なアプローチから、アート系とも言われるようになる。僕らのバンド世代は、その聡明期だった。音楽という一つの表現手法、僕はそこにビジネスとして勝つためのビジョンを持っていた。日本初のオリジナリティを世界に売り出すこと、志半ばでバンドを抜けることにはなったが、それはソロワークでさらに進化させることになる。ステージは絶対に妥協しないということ。何よりライブに来てくれたファンの期待を常に上回り続けること。仕事に当てはめるなら、他に類を見ないアプローチやアイディアで勝負すること。そしてその勝負時には諦めず最後まで全てをやり抜くこと。それが身の回りの応援してくれている人たちに期待以上の結果を見せることになる。予想は裏切れ、期待には大いに応えろ。